おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルの2018年の新しいワームっていうことで、一つですね、買ってきてみたんですけど、こちら、B クロールフラッパー 3.8 インチっていうことで、これね、関東初のね、感じでプロダクトされているワームなんですけども、ね、西村プロがプロデュースということで、関東の、まあ何ですかね、浅い、まあ、霞ヶ浦とか牛久沼とか、ああいうところであるとか、もしくはね、ダム湖とか、そういうところでも、こう、食わせにかかっていく。そんな時に、すごい使いやすいよっていうことで開発されているみたいなので、早速ですね、一袋を買ってきてみました。パッケージには、いろいろ、書いてありますが、テキサスリグやラバージグの、カバーゲームにも高次元対応ということで、スーパーエビフォーミュラ配合というところと、あとはですね、これカラーがブラックスラッシュブルーということで、ね、ちょっと青が入ってるね。霞水系で結構青を聞くときはなかなかでかい魚が反応してくれるなんていうイメージがあってですね、こんなカラー選んでみたんですけども、じゃあ早速ですね、中を開けていきたいと思います。一回切らないとダメですね。はい、じゃあ開けていきたいと思います。これね、ちょっと開けづらいね。はい、何本入ってるのかな。よいしょ。ああ、結構匂いが強烈ですね。で、2、4、6個入ってます。こんな感じね。手がまあついていて、真ん中に触角というか、これが1本あって、裏側、ここにリブがあって、後ろに行くにつれてこうすぼまっていくような感じで、で頭がこんな、まあお尻かな、針が刺しやすいようなフラット面があって、注目がこの手ですよね。これね、こう段階を追ってちょっととずつ太くなっていくんですけども、それでジャッカルのホームページを見たら、これの水中映像みたいなのが 2,3 種類動画上がってるんですけどね、ものすごいんですよね。でこれとセットになって、 B クロールスイマーっていうですね、スイムジグね、これが発売されているというわけなんですけども、釣り具屋さんで聞いたらもうそれ大人気で一瞬で売り切れちゃったね。でこのトレーラーだけまだちょっと変えたんで、なんとか買うことができたんですけども、大人気で、でも西村プロのメーカーのニッチベイトの方のオリジナルのスイムジグは買いやすいんじゃないかなと思って、あれ確か持ってたと思うんで組み合わせて投げてみようと思うんですけども、ジャッカルから出る B クロールスイマーはまあ原型は大体似ているんですけども、ダブルワイヤーガードがついていて、ただですね、タングステン樹脂で非常にコンパクトなヘッド形状で、で3種類重さが展開されているんだけども、そのヘッドの面積は変わらずっていうような、すごいこだわりのですねスイムジグが出ているはずなんですが、ちょっと初回大人気で買えなかったという。でこのまずはですね、後ろのトレーラー、これだけね買うことができたんで買ってきてみましたが、なんかですね、このバタ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 ってね、ただ巻きでこの2対のですねヒレがすごいスピードでこうアピールし続けるんですね、ただ巻きでですよ。なんかイメージとしてはこう、自分なんか好きな釣りですけど、こうシェイキングしながらリズム作っていって、そんで泳がせるのかなと思いきや、ただ巻きするだけでこの手がですね、ものすごいこうブン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 水を押してアピールし続けてくれるっていうことで、非常に魅力的なですね動画が、このそうですね、まあ、B フラップクローとかで検索すると出てくるかな、ジャッカルの動画見つけることができるんですけども、これがですね、まあ、サイズ感も結構コンパクトで、使ってみたいなと思って一袋買ってきてみました。で出しどころとしてはめちゃくちゃ浅いところで有効みたいですね。
浅くて、まあでもクランクベイトとかを入れ込むではなく、まあなんかちょっと違うなっていう状況で、かといってあのトップウォーターに果敢にドバシュって出る、そこまでは活性高くないなみたいな時に、これを入れ込むことによって、なんですかね、中層でそういった微妙な気分のバスを食いつかせる、こういう使い方で使うみたいなんですけども、まさにな状況っていうのは本当結構あるんですよね。朝からもう朝まずめの一番、眠い時間帯からトップウォーターね投げて、こう魚の反応も多少ポワンポワンとかある時は、あれおかしいな、トップで出ねえな、どうしたもんかななんて時にですね、こういうのを入れ込んでスイミングさせることによって、そのちょっとナーバスでも、巻物に反応する、そういったバスを、釣ることができるっていうことみたいですね。去年やってた釣りだと、あのチャターベイトの釣りね、あれに近いのかなっていうところなんですけど、結構チャターベイトの場合は前のプレートがダカ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 って、チャッカーマンなんかもね、臭く気みたいな感じで結構水を押すんですよね。だからあれがまあバイブレーションとかクランク的なこういったスイミングだとすると、スイムジグはもっとスーッタカ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 ってこう、なんていうんですかね、あっちがバイブレーションだとすると、まあミノープラスアルファシャッドみたいなつもりで、なんだろう、ワームによってその波動によって誘い分けるときに、ジャックハンマーとかだとまあちょっとね、あの早く巻かないといけないですけど、それよりもう少しスローに食わせる間をで、非常にゆっくり引いてもレスポンスよくこの手足が動くっていうことなんで、結構ゆっくりめに誘うことが可能だよなんていうのを動画でも西村プロがおっしゃっていたんで、まさになタイミングを見つけたらですね、早速投げてみたいななんて思うんですけど、もちろんあのスイムジグにつけて使ってみたいなっていうのもあるんですけども、あれだけ動くんで、まあすごいですね、根掛かりしないようにこうオフセットでリグって、テキサスリグの具なんかにもね、あんだけ短い距離でこの手がパタパタ有効に誘ってくれるということであれば、絶対テキサスリグにも良さそうだし、まああとはそうですね、チャターのトレーラーにも良さそうですし、それとね、スピナーベイトとか、あとバスベイトのトレーラーにもね、この後ろの手のさらに有効な誘いの波動が出せるんであれば使ってみたいななんていう風にですね考えて買ってきてみました。で、色はねあんまり選べなかったんですけどね、好きなピンク色なんか持ってるみたいなんで、そのうち、まあ、次の生産とか、ね、視認性の良い色なんかもちょっと、追加で買ってみたいなと思うんですけど、まずはねこんな感じで、6匹手に入れることができたんで、でね、これ開けて触ると分かるんですけど、すごいね素材感がいいなっていうのかな、このむっちりした感じっていうんですかね、どうなんだろう、ちょっと餌持ちはどれぐらいのものかとかね、実際投げてみないと分からないんですけど、なんかねこのむっちりしたね素材感が非常に使いやすそうだなって、好きな感じですね。なんかそんな脆そうでもなくね、非常にで食いついたらちゃんと針先は出るんだけど、そこまでぐにゃんぐにゃんに柔らかくないっていう、なんかね絶妙にいい硬さなんですよね。ここら辺をまあちょっとね使い込んでみないとわからないところではあるんですけども、せっかくですね一袋買ったんで、ちょっとねいろんな釣り場で、まあ霞水系はじめ、亀山ダムとかね、あと各房総のリザーバーですね、オープンしたああいうところで、なんかそこまでな魚今日トップまでできらないななんて感じたらね、すぐさまねリグって投入してみようかななんていう風に考えております。で、あと重さ測っておきますね。これ単体だとね、まあノーシンカーで使うことってあんまりないかもしれないですけど、単体だと何グラムでしょうか。 7.9 グラム、およそ8グラムぐらいあるんですね。だからまあなんというか使いやすい重さなんじゃないかなということで、どうでしょうか、まあなんか重りにつけてね、ちょっと強めの針につけて使うようになると思うんで、実際に使うときはね、14グラムとか、そうですね、12、3グラムとかになるのかな。まあ、ベイトで使いやすい、重さですよね。まあ、スピニングの釣りって感じではないのかな。あとは、
まあこの形だから今見てて思ったんですけど、あのスナックレス猫とかにしてね、ちょっと重めの重り入れてビタビタってこう猫リグなんかもできちゃいそうですね。いろいろとですね、想像力をかき立ててくれるワームなんじゃないかなと感じております。というわけで本日の釣りコー TV はですね、ジャッカルから新しく出たワームですね、Bクロールフラッパー、これの 3.8 インチ、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。